加藤清正の豪傑伝説。加藤清正といえば、あなたが好きな戦国武将は誰ですかというアンケートを行うと、必ず上位にランキングされることが多い戦国武将です。また、戦国時代からすでに400年以上経った今でも、熊本地方では聖書子さんと慕われるほど愛されている武将でもあります。加藤清正の母と豊臣秀吉の母が親戚同士だったため、清正は秀吉とも親戚関係にあたり、この出自によって清正は伝説の武将としての運命を歩むことになります。それにしても、なぜ加藤清正は今でも多くの人を引きつけるのでしょう。それは清正が数々の豪傑伝説を残しているからではないでしょうか。男の子が正義のために戦うヒーローに魅力を感じるのと同じように、私たち大人にとっての加藤清正は、まさに戦国時代における正義のヒーローのように思えませんか？さて、それでは戦国時代のヒーロー、加藤清正の豪傑伝説をご紹介してまいりましょう。わずか9歳で盗賊を撃退。まず最初にご紹介する伝説は、加藤清正がまだ虎之助と呼ばれていた子供の頃の出来事です。加藤清正は1562年6月24日、現在の名古屋市中村区にあたる尾張の国で、刀鍛冶の子として生まれました。幼名を夜叉丸、あるいは虎之助と呼ばれていたようです。夜叉丸こと、後の清正が、現在の愛知県津島市にあたる上河原にある叔父の家にいたとき、盗賊が押し入ってきました。叔父夫婦は盗賊に縛られてしまいましたが、夜叉丸は太刀を握り、鬼の面をかぶって、つづらに身を潜めました。盗賊たちは、夜叉丸が入っているつづらを、これだけ重ければ大層なお宝が入っているに違いないと、夜叉丸ごとつづらを持ち去ったのです。そして盗賊たちが一休みしようと、人気のない松林の中でつづらを地面に下ろしました。夜叉丸はつづらの中で、盗賊の人数や彼らの力量を耳をそば立てて探り、じっと気配を殺して、彼らが油断する瞬間を待っていたのでしょう。奴ら気が緩んでいる。飛び出すなら今だとばかり、夜叉丸は鬼の面をかぶり、太刀を振りかざして、人とも思えない方向を上げ、一気につづらの中から飛び出しました。鬼だ！鬼が出た！盗賊たちは驚き恐れて、戦おうともせず、つづらも夜叉丸も放り出して逃げ去っていきました。この話は、加藤清正が、まだ数え10歳の頃の逸話として伝わっています。今で言うと、小学校3年生くらいの子供が数人の強盗を撃退したということになります。加藤清正は、後に身長が180センチ以上だったと伝えられています。当時としては大男と言っていいでしょう。しかもひょろりと背が高いのではなく、現在の柔道選手のように、筋骨隆々とした立派な体格をしていたはずです。おそらく数え10歳といっても、かなり大柄な子供だったと思われます。とはいえ、よほど肝が据わっていて、自分の腕に自信がなければ、到底できることではありません。清正が子供の頃から沈着冷静で強胆だったことがわかるエピソードですね。恩人の救出のために粉骨砕身、自身加藤。1596年9月5日、慶長伏見地震と呼ばれるマグニチュード7の大地震が京都を襲います。この時、加藤清正が生涯かけて忠節を誓った豊臣秀吉は、震源地にほど近い伏見城にいました。この地震では、伏見城内だけでなんと600人もの人が倒壊した建物の下敷きになって圧死し、京都市内では1000人以上の人が亡くなったとされています。歌舞伎の演目の一つである蔵保桃山物語で語り継がれている地震火盗の話は、この慶長伏見地震の時のエピソードです。地震で倒壊した伏見城に加藤清正が武装して駆けつけ、着の身着のまま豊臣秀吉を背負って安全な場所まで護衛したという話です。しかしこの話は近年、いろいろな資料が発見されたことによって、事実ではない部分もあることが分かってきました。加藤清正はこの当時、伏見に屋敷を持っておらず、大阪で謹慎していました。ですから地震後、豊臣秀吉の護衛のために伏見城に駆けつけたという部分は、事実だとしても一番に駆けつけたとは考えられないというのです。もしも一番でなかったら、秀吉を背負って避難するというエピソードも事実ではなかったかもしれません。けれども重要なのは一番だったかどうかではありません。この当時、朝鮮征伐の際、加藤清正は石田三成と対立し、そのことが原因で豊臣秀吉の怒りを買い、謹慎を命じられていました。主君からの謹慎命令が下されているのなら、その命令が解かれるか、さらに重い罰が下されるまでは、何があっても屋敷から出てはいけません。もしその命令を破れば、さらに重大な罪を犯したとみなされます。最悪の場合、死罪になることもあり得ます。加藤清正は、そういった事情を十分承知した上で、自らの立場や命を守ることを考えず、ただ豊臣秀吉の無事を確認し、その身を安全な場所へと避難させることを第一として行動したのです。史実通りであれば、大阪から伏見に武装して駆けつけたことになります。騎乗であれ、船で淀川を遡ってきたのであれ、加藤清正が迅速に動いたことは間違いありません。たとえ臣下として一番に駆けつけていなくても、秀吉を背負っていなくても、この地震の後、加藤清正の謹慎は解かれました。秀吉にとって地震で城が崩壊し、武器も持たず、自分の身を守ることすら難しい状況で、甲冑を身につけておおしく現れた清正の姿に、千の援軍を得たような心強さを感じたことでしょう。男清正、畳の上では死なん。戦場でこそ死ぬが本望。三つ目は、加藤清正には豪傑としての心構えがあったため、その称賛にふさわしい行動が取れていたことがわかる逸話をご紹介します。加藤清正が朝鮮に出兵していた時のことです。異国の地での戦は、地理、気候、食料や武器の調達など、国内での戦とは勝手が違うことが多くあり、油断すればすぐに追い詰められてしまいます。気の休まる時間など一秒たりともないような激闘の日々を送っていました。それでも、豊臣秀吉の民を制圧しその国の王となるという壮大な野望を果たすためには、朝鮮との戦は決して負けられません。そんな状況の中、清正は同じように出兵してきた武将たちと秀吉に宛てて、それぞれの戦果を報告する書状をしたためていました。その当時は、書状の最後には、現在でいうサインの役割を果たす、花押と呼ばれる、崩し文字のような、あるいは動物をモチーフにしたイラストのような印を書き入れる習慣がありました。清正の花押はとても複雑で、それを書くのだけで他の武将よりもかなり時間がかかっていました。それを見た幼馴染の福島正則が清正を嘲笑いました。えらい手間だで、顔を描くだけでそれほど時間がかかってしもうては、病みついていよいよ最後かと思っても、遺言状を書き終わる前に死んでしまうがね。その言葉に、清正は答えます。それは無用の心配というものだが、俺は戦場で屍を晒すことがあっても、布団の上で死ねるとは思ってないがや。だもんで、遺言状なんか残す気は毛頭ないもんでな。幼なじみで親戚関係にあった二人のこと、慣れ親しんだ尾張の言葉で気兼ねなく話した雑談だったでしょう。それでも福島正則はどんな時でも死を覚悟して生きている清正の心構えに感服し、言葉を返せなかったそうです。朝鮮征伐で伝説量産、異国で鬼と恐れられた清正の強さ。4つ目にご紹介するお話も、やはり朝鮮征伐での出来事です。ある時、清正の陣の近くに虎が出没し、馬や家臣が殺されるという事件が起きました。おのれ、俺が退治してくれると激怒した清正は、自ら山狩りを行い、人食い虎を追い詰めます。しかし追い詰められたとはいえ、鋭い爪と牙を持っている猛獣が相手です。虎は、殺されてたまるかと、それこそ虎視眈々と眼光鋭く、清正一団を睨み据えてうなります。家臣たちは鉄砲を構え、虎に狙いを定めますが、相手は素早く動く獣です。なかなか狙いが定まらず、鉄砲を打ち放ってもかすりもせず、到底致命傷を与えることなどできそうにありません。えい、もどかしい。お前たちは下がっておれ。清正は研ぎ澄ました槍の切っ先を虎に向けました。牙も爪も鋭いとはいえ、俺の槍の切れ味にかなうまい。俺が家臣の仇じゃ、いざ参る。虎に負けじと空気も震えるほどの気合を上げ、清正は一気に虎の喉笛をつき、その息の根を止めた、と伝えられて、地震火盗の時と同じで歌舞伎などの演目となりました。実はこの話も創作である部分がかなり大きいことが分かっています。例えば、虎にとどめを刺したのは槍ではなく鉄砲だったことや、虎狩りを行ったのは家臣を殺されたからではなく、豊臣秀吉から競争罪として虎の脳みそを送れと命令されたからだったこと。虎狩りを行っていたのは加藤清正だけではなかったことなどが真実です。けれども、虎に殺された家臣の仇を取るために槍で虎に挑んで勝ったという話を後世の人々は信じました。それほど加藤清正はただ強いだけではなく、部下思いの武将でもあったというイメージが強かったということでしょう。例えば、黒田長政も虎狩りを行い、勇敢にもかなり近い距離まで虎に近づいて鉄砲で仕留めたという記録があります。なのに、黒田長政が虎と戦って勝った豪傑として語り継がれることはありません。豊臣家に忠義を貫いた加藤清正だからこそ、人々が想像し、憧れる豪傑としてのキャラクターとして、人々に愛されたのではないでしょうか。ちなみに、朝鮮の駅での加藤清正は、虎狩り以外でもたくさんの逸話を残しています。文永の駅の時、朝鮮大陸に上陸後、連戦連勝、その勢いに任せて、なんと現在のロシアにまで攻め上っていった話や、あまりにも強く負けないため、明と朝鮮の連合軍は加藤清正のことを日本最強の武将とみなし、朝鮮の民衆は鬼上官と呼んで恐れていた、などの逸話が多く伝わっています。これらの逸話こそ紛れもない真実で、どれだけ朝鮮の駅で加藤清正が奮戦し激闘したかを想像できますね。たとえ天下人を敵に回すことがあっても、友の命は守り抜く。加藤清正は朝鮮の役の際、孤立無援で籠城をし、非常に厳しい戦況に追い込まれたことがありました。その時、加藤殿を見殺しにするのは日本の恥じゃと、敵の包囲網を突破し、加藤軍を救出してくれたのが、柳川城主、橘宗茂でした。同じ豊臣秀吉の恩を熱く受けた者同士、それ以来二人は友情を築いていきます。おそらく自分にも家臣にもストイックなことや、自らの行動を義か否かで決めることなど、共通するものがたくさんあって、とても気が合ったのでしょう。ところが豊臣秀吉の死後に起こった関ヶ原の戦いで、橘宗茂は豊臣に義を貫いて西軍につきました。結果はご存知の通り、西軍は敗北し、清正の大親友ともいえる橘宗茂は、領地を取り上げられて、わずか20名ほどの家臣だけを連れて、行くあてもない身の上となりました。また宗茂は、武将としても大名としても能力が高く、動向を一つ間違えば即座に反徳川とみなされ、天下人となった徳川家康に敵視される立場です。そういった事情をすべて分かった上で、清正は宗茂一行の身の上を引き受けたのです。打算や保身、損得を考えるのであれば到底できないことです。この行動は、戦場で武勲を挙げた、勇ましかったという話ではありません。けれども、何があっても、誰にどう非難されても、絶対に友は守るという決意が感じ取れます。その決意が、清正にとっては絶対に譲れない正義だったのです。豪傑という言葉は辞書によると、武勇に優れ度胸の据わった人という意味です。まさに加藤清正を表している言葉だと思いませんか？それでは、豪傑伝説の余談として、加藤清正が実際に使用した武具や武器についてのお話をいたしましょう。加藤清正が実際に使用していた甲冑。金小金、いろいろ脅し、片肌脱ぎ道具足。現在、東京国立博物館に所蔵されています。鎧の部分が片肌脱ぎで、まるで片方の胸がむき出しになっているかのように見える奇抜な細工になっています。もう一つ現存しているのは、蛇の目紋長柄星なり兜と、白檀塗り蛇の目紋蒔絵仏道具足です。非常に長く高く伸びた烏帽子型の兜の形と、胴巻きのあちこちに、加藤家の家紋である金色の蛇の目紋が配されていることが特徴です。そもそも身長が180センチ以上あったという加藤清正が大きな兜をかぶって巨大な相刃にまたがり赤い絵の槍を携えて戦場に立てばそれだけで味方は奮い立ち敵方はおじけづいたことでしょう。加藤清正が残したものは伝説ばかりではありません。熊本地方の人が今でも聖書子さんと慕う偉業をたくさん残しています。そのお話はいずれまた詳しくご紹介しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。